ジゴリザコッキーザゴライザコチーノズ蓋骨化石標本、バシロサウルス科は、約4100万、約3300万年前の、旋回に生息していた原始的クジラ類の一、分類群。小さな頭部と蛇のような、長大な体を持つバシロサウルス、及び、その近縁種の包括的分類区分。ハラクジラは木最後のトガであり、原生型クジラ類の共通祖先を含むとされている。 グループである。化石は世界各地から発見されており、その生息域が広範であったことは確かである。ただし、遠泳能力はなく、原生クジラ類のような移動能力は持たない。無論、原生クジラ類に見られるような地球規模での移動は不可能である。おそらくは概洋を増えてな環境としており、温暖な浅い海で暮らしていたと見られている。 深海への潜水能力も彼らの進化段階ではまだ達成されていなかったであろう。ドルドンアトロックスドルドンアトロックス彼らはプロトケトスカから進化したと考えられる。ハラクジラア目最後のトガであり、原芸類の、すなわち、全滅種を含むすべての原生型クジラ類の共通祖先は、このグループの中にいることが確実視されている。原生のハクジラア目とヒゲクジラア目は、 その未確定種の直径子孫であり、直径祖先として有力視されているのは、バシロサウルス科の海分類ドルドン赤である。海分類は、バシロサウルス赤、およびドルドン赤の2赤で構成される。あるいは、ドルドン類をドルドン化として区別する説、もしくは、ヒゲクジラア目の最初期に属するとされる、ケケノドン類をこちらに分類して3赤とする説、その他がある。 本校では、ケケノドン赤を掲載して3赤にまとめるが、この限りでないことに留意されたい。ありがとうございます。